はい、たけさん、いつも面白いイラストありがとうございます。ありがとうございます。でもたけさん、時々政治のことも書いてねやっぱりフィギュアスケートが中止になったっていうのは、これは大きな事件ですけれども、北京オリンピックのことも、イラストにしてくださいということを一言言っておきます。ただこれ、私すごく残念なんですけどね、フィギュアスケートファイナルがなくなったの。諸星さん、はい、オリンピックでバブル方式っていうのを盛んにやりましたよね。はい、あれはこうなんか応用ができなかったものなんでしょうかね。今特に日本ではコロナに関する感染者数ものすごく減ってますよね。そうですね。あれは、一定の評価が世界から与えられたと思うんですよね。はいはい。でも大変な不便を被った東京都民も確かでありますからね。ですけども、ね、まあ一種目ってあれですけども、スケートだけですのでね、これは、僕はできたんじゃないかなと思うんですけど、ただね、冬のオリンピックが控えてますでしょ。はい。まあスケートなんてのはバレーとお金持ちのスポーツですからいいんですけども、はい、じゃないパンツ一丁でやるような夏のスポーツなんていうのは、毎年毎年世界選手権できないスポーツがいくつかあったわけですよね。で、まあ、4年に1回は少なくともオリンピックあるからそれに乗っかっちゃえばいいよなってやってたわけで、ですから、まあ、そうやって考えると、まあ、これやんなくてもオリンピックに乗っかっちゃってもいいんじゃないかなっていう感じがしないでもないですよね。なるほど。もうね、あるからこれを中止することを割合と簡単にできちゃったんじゃないかなって感じがするんですよね。なるほどね、はい、もう2ヶ月とちょっと待てば、はい、2月の4日からは冬のオリンピックも始まるから、もうそちらの方で直接本番、はい、なんて言いますか、すぐにそちらに頑張ってくださいということでいけたんじゃないかということですね。そういうことですね。はい。春日さん、いかがですか。これやっぱ東京オリンピックのバブル方式は応用できないもんですかね。っていうか、まあ、僕自身は東京オリンピック開催っていうことでずっと言ってて、まあ、そういうコロナがあんのにどうしてだってそういう世論があって、はい、まあ、すごい SNS とかではめちゃくちゃ私は悪者になってたわけなんですけど。そうですね、私も知っております、その事情はなんか出るたびにそうだったんですけど、はい、ただなぜやるかっていう部分で、まあ、オリンピックがそういう一番大きなイベントとしてちゃんとコロナを抑制できつつ開催できれば、それが次のいろんなスポーツのもっと小さい大会とかの見本になると、はい、そういう要するに形を作るテンプレートが作れるっていうのが、はい、まあ一つのね大きな意味があったと思うんですね。ですね、はい、そうですね。だったらやればいいのになと思ったんですけどね。それをやるべきなのに、うん、今度また政治の方で結局入国を全部ダメっていう話になった。だからオリンピックだとそこをオリンピックだからっていうことで政治ともやり合えるんだけど、やっぱり一つのスポーツになってしまうとできないっていう結果が今出ちゃってるわけですよね。なるほど。なんだ、そこをやっぱりもっとオリンピックのことをきちっとすることによってそういう今回のことも変わってくると思うし、まあ、フィギュアは当然おっしゃるようにオリンピックあるんですけど、はい、ボクシングは別の話ですから、まあ、それでプロボクシングですね。だからそういうところで一つのスポーツの、コロナに対しての在り方っていうのをね、やっぱ東京オリンピックが示したって言ってるわけだから、それをちゃんと示せよっていうふうには思う、示したと言ってるにもかかわらず、それを他のスポーツに示せないというところが辛いところですね、これはね。そうですね。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオブエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。